3連休明け7月19日の取引が終わりました。日経平均は先週金曜日に比べて225円46銭高い 16,723 円31銭で終わっています。これで6日続伸となります。 16,700 円台というのは6月8日以来のこととなります。日経平均225円高ほぼ今日の高値で終わっていますが、朝方はニューヨーク市場ダウ工業株30種平均が5日連続の最高値更新、その他欧米各国市場が協調展開という追い風の中で高寄りして始まったんですが、為替が今一つ膠着状態となってなかなかドルが買い進まれないというそんな流れを受けて、前場はそして5番も取引最初の頃までは日経平均は上値が重い展開となっていました。16,600 円から700円にかけて、さらにその上の水準になりますと年明け後かなり商いが行われた水準で、当然ながらこの水準まで来ると戻り待ちの売り物が控えているということで買い手控え気分もかなりありました。そんな流れの中で、午後2時半過ぎぐらいからじわじわと日経平均先物中心に買い物がまとまって、また主力株にも買い物が入って、水準を切り上げる動きとなっていました。おそらくは欧州系の時間帯、海外投資家がまた東京市場の割安感に目を向けて買い物を入れ始めたのではないかという観測が出ていました。株価の強調を受けてさらに為替もややドル高円安の方向に動いています。個別株で見ますと、ただ全体がなかなか上値を買い進めない中で、売買代金がトップとなりましたのが任天堂。これはもう先週金曜日に続いてなんですが、実にこの日の売買代金は7036億円。先週の金曜日に比べて、実に 47% も5割近くさらに売買代金が膨らんでいるというそんなような状況になっています。この休みの間も海外でのポケモン GO の人気が各メディアで紹介されていまして、さらに人気が高まっている、マーケットの関心も高まっているというそんな動きが背景にはあるのかと思われます。しかもこれだけの売買代金というのは個人投資家だけではなくて、海外投資家そして国内の機関投資家も相乗りした、いわゆる全員参加型の相場になっているのではないかというふうな観測が増えていました。この任天堂だけでなくて、例えば6879のイマジカロボット、あるいは7022のサノヤスホールディングス、あるいは7867タカラトミー、それから7552ハピネントといったいわゆるポケモン関連株が値を飛ばして、値上がり率の上位に揃って顔を並べるというそんなような状況になっていました。ポケモン関連株が全面物色というような流れとなっています。一方で、比較的規模の大きな銘柄では9984のソフトバンクグループが急落しています。620円安、率にしますと 10.32% 安という形で、直近の安値7月の8日の安値を下に切ってきてしまっています。この休みの間に発表しましたイギリスの半導体製作大手アームホールディングスの買収、これにですね3兆円以上の金額をかけて行うという戦略投資を行うという発表を行ってましたが、あまりにも規模が大きすぎるというそのような評価がマーケットでされているようです。先行きへの警戒感が台頭してソフトバンクが売られる形となりました。そのため、業種別で見ますと任天堂が所属するその他製品が業種別では上昇率トップ、そして逆に情報通信が下落率トップとなっていました。以上、東証アローズからお伝えいたしました。